喋るということはしなかったんですが、しばらく、動画もやれていなかったので、いただいていただくご要望もあったということで、ちょっと今回、まあ、長らくお待たせしたままだったんですけども、やっと完成したこのボードを、ご紹介しがてら、どういった形で、システムを組んであるのかとか、どういうふうに、考えてやっているのかっていうのをちょっとご紹介できたらなと思います。まずちょっとこちらのシステムは、新たに取り組んだということで言うと、まあ、小型なスイッチャーに空間系を含めマルチ的な要素を組み込まれたこのボスさんですね、MS-3 と、結構どうなのと、聞かれている機種ではあったんですけど、これを取り組んでみました。基本的にはルーピングのスイッチャーですね、3系統ループできるんですけど、このシステムでは、ここにある SP コンプ、コンプレッサーですね、あとは歪みで GOD、まあ今ちょっともう廃盤になってしまった人気モデルというんですかね、やっぱりすごく、ジャズコーラス、ジャズコーラスの攻略ですね、ローランドさんのジャズコを、いい歪みで鳴らしたいという方への評判もよくということで、まあ、AB2 つの歪みモードを選択できる歪みですけどね、これが、2番目のループに入っています。でもう一つは、これもちょっと私が、取り組ましていただいて、結局一般製品化までは至らなかったんですけども、ちょっととある幻のラックの歪みのですね、解析をしていただいて、それを元に、まあ、あの音だよねっていうのを再現してもらったオーバルトンさんの、ザ・サードというね、これはあのプロトタイプ3台しか作られていないっていう幻の歪みですけども、そのうちの1台をこちらのオーナーさんが所有していらっしゃったので、これを組んであります。なのでループマニュアルモードですね、ループの1番、これはコンプレッサー、バイパスですね。で、2番にジロディ。チャンネルを変えると、非常にあのギターのボリュームに追従性のいいというか、まあ、絞るとクリーンのところまでもカバーできるので、非常にいいオーバードライブだなと。で、3番目はザ・サードですね。雨の音が入り込んだりもするかもしれないですね。今日はすごく、雨がひどい状態ですね。はい、そしてシステムとして、今あのちょっとこうアンビエンス系の、まあ、ディレイ空間処理が聞こえたかと思うんですが、まあ、ルカサー、スティーブルカサーもそうですけども、まあラックシステムを組んでいた、まあ、当時のミュージシャンといいますか、皆さんがよくやられていた手法の一つに、まあ、複数のディレイを組み合わせることによって、空間処理をするというのがあったんですけど、これは今ディレイがこう2台入ってますけど、そのうちの1台、フラッシュバックのこの真ん中のものですね、これでそれを少し再現しようということで、タイプは2290、まあ、TC のラックのディレイですね。
で、このミニスイッチでマルチタップモードですね、あの2台のディレイが同時になってるようなこの感じですね。でこれがこのミキサー、まあ、4チャンネルのミキサーなんですけども、これの B ループに入っています。なのでこれを切ると今これで完全なバイパスの状態ですね。これにミキサーを入れることで、まあ、これがかかると、なんかまあほぼかけっぱにする目的の、ディレイ、まあ、空間処理の一つですね。でストライマンの、リバーブを入れてあるんですが、これが、まあ、ミキサーにはあえて今回入れてないんですけども、通常のオンオフオンにした状態で、まあ、軽くリバーブをかけていると、本当にあのかかってるかどうかよく聞かないと分かんないレベルですね。でこれでまあ通常かけっぱなしにすることを目的に、でまあ空間系をちょっとこう空間処理を深くしたいというか、ディープなリバーブが欲しいときにこのフェイバリットという一つ記録してある音をですね呼び出すと、これちょっと深いリバーブかかってるなっていう感じですね。っていうことが、まあ、ちょい足しができるようになっておりますね。で、まあ、今ちょっとミキサーの説明に入ったのでそのままミキサーの方説明、させていただくと、コロナコーラス、これコーラスなんですけども、トライコーラス風のイメージのものを呼び出していて、これもミキサーに入れています。でミキサーに入っているエフェクターというのは基本的にドライ音をカットしてウェットのみになっています。それによって原音に対して、エフェクト音の成分のみを足してあげる。でそれが4並列、まあ、実際には今これエフェクターは3つですけども3並列になっているので、原音に対してコーラスがかかった音と原音に対して、ディレイがかかった音というのが混ざらない並列化されている。ちょっとこう言葉で言うのは難しいんですけど、それぞれが別々に並列化で足されるので、まあ、通常ある原音、まあ、これは歪んでいるものも原音と捉えているんですけども、入ってきた原音に対してコーラスがかかったものに対してディレイが乗っかるっていうことがない、それぞれ別にかかった、ディレイ成分とコーラス成分が並列でミックスされる。これが割とあのこのシステムの肝になってますね。で実際これをコーラスを足してあげると、というのはうねるエフェクトなんですけども、よくラックサウンドでそんなにもーっとうねってる音以外に聞こえた、まあ、アンビエンス的なというか、そのちょっと音がダブル要素というのは難しいですね、ちょっとこうやって言葉というのはね、それが再現したい時にこれを押せばいいなと、そういう音を再現したい時にエールボーンにすると、まあ、かかってくれる。そうですね、分かりやすい感じでいい、例えば歪みリードサウンドなんかで、に対してこの感じですね。ちょっとこう音が、まあ、広がりが出るリードの音というんですかね、年代によく聞かれたあの感じというか、そういうのに、寄せることができるスイッチですね。でもう一つのディレイ、これはアナログのモードにして、アナログディレイですね。でロングタイムにしてありますんで、ちょっとこうソロの時なんかにディレイを深く聞かしたいという時にポイントにして、という感じで書かれるようになっています。で最後のこの D ループなんですけど、これはあのこの D っていうのがですね、見ていただくとパッチ系
ケーブルで何もエフェクトを接続せずにパッチケーブルでただつないであるんですが、これはですね、何かというとレベルアップをしたいと。よくブースターやらオーバードライブやらを使って歪みのレベルを上げずに音量だけ上げたい、でも音量が上がらないとかってよくそういう質問とか、内容を見かけることがあると思うんですけど、まあ本来その歪みペダルの前にブーストを置けば歪みの量が上がるわけですよね。歪みペダルの後にブーストを置けば音量が上がるっていうことはよく、言われてる部分だと思うんですけど、これはそのさらにそのミキサーの並列の部分ですね、本来ウェットのエフェクト成分のみを足す部分に、原音をさらにこのパッチングで足してしまうという裏技といっていいんでしょうか。なので原音に対してさらに原音が乗っかるということなので、足した分ミックスレベルで足した分音量が上がるということですね。するというよりはリアルタイム踏み分けをするスイッチというのが、このシステムの場合は、2番目のループに入っている GOD のこの歪みのレベルですね、 A か B かという歪みのレベル、あとはリバーブの部分の、まあ、レバレットを含めたリバーブ機体ですね。であと、このミキサーに関して4つのスイッチに関しては踏み分けをするということになっています。あともう一つプロビデンスさんの、まあ、定番の第2のアナダイムコーラスも入ってますけど、これも、頭にかかってますので、足すということですね。足し引きができると。であと、まあ、EP ブースター、今回これは、割と頭段階にかけてますけども、これも音のこう太みというか存在感を出す目的で、まあ、ほぼゼロに近い状態のつもりなんですけど、これはもうかけっぱなしの、まあ、あんまりかかってるかどうかわからないんじゃないかっていうレベル、ただしっかりとした音の存在感が出てくれるので、特にビアポジションでは、すごくはっきりと良さが出るかなと思います。今回その大活躍の MS3 ボスさんのこの、かなりこのコンパクトですね、スイッチャーなんですけども、先ほどのその3つのループをオンオフすることがもちろんプログラムできるんですが、それ以外にもこの中に、まあいわゆる昔からあるマルチエフェクターの、まあ、かなり進化した、これは GT シリーズの心臓部が入っているんですかね、ちょっとまあ詳細はボスさんのホームページとかそれをそれぞれ、かけたり引いたりを全部プログラムできるという優れものなので、まあ、実際に皆さんがいいか悪いかを質問されている部分としては、そのマルチなところがどのぐらい使えるのかということなんですけど、まあ、個人的には、試した感触かなり良かったです。やっぱり GT の振動といえば使い方によってっていうやっぱり言葉はどうしても消せないんですが、まあ、マルチみんなそうだと思うんですね。使い方、かけ方、その作り方によって十分プロの方が、レコーディングだったりとかステップで使っていただけるレベルのものだと思うんですけども、その、基本要素が入っているので、あとはもう簡単に言ったらと使い方次第というところなんですが、今回、基本的にさっきの説明のように3つのループであったりシステムのスイッチャーということでこれを入れたんですが、プラスちょい足しという感覚で、このボードの中にない要素を何か音を足したいときに使うっていうことにとどめました。ちなみにこれ今仮にプリセットしてるんですけども、1番をバイパスですね。今何もランプがついてないですけど、これ何もかかってなく、でさっきのかけっぱなしの要素以外は今すべてシステム上オフになってる状態です。まあ、アンプの音作りまずセッティングする上で必ず必要になる部分だと思うので1番にバイパスを入れました。まあ、基準になるものですね。
で2番の方は、ループ1に入れてある SP コンプを入れた、まあ、同じクリーンの中でもコンプレッサーが必要なものですね。ちょっとボリュームを絞りつつの、まあ、いろんなことに使える基本的なクリーンの一つかなと。そして、3番にすると、あ、今の2番のクリーンの時にここを見ていただくと、ループ1以外に FX1 モジュレーション2というのがオンになってますけど、ここで、このマルチの要素を足すことによって今の音が鳴り立ってます。ちなみに見ていくとですね、 FX1、ここ今 FX1 がついてますけど、エンター入るとパラメトリックライザーという、まあ、イコライザーでもグラフィックイコライザー、パライコ、グライコあるんですけど、パラメトリックなので、バンド帯域をこうつまみでいじるタイプのイコライザーですね。グラフィックイコライザーというのは、決まった帯域を上下させるんですけど、その間がないっていう弱点とも言えないんですけど、があるので、パライコの場合はその間をこう横軸もいじることができるという。割とこうアナログ要素の強い感覚のというんですかね、ミキサーです。それを、足してあります。そして FX2、 これまあこれまたすごいのは、マルチエフェクター要素のこの中の、エフェクターたちなんですよ。接続順もですね、このループ1に3の1っていうのは変えられないんですけど、それの前のどこなのか後のどこなのかっていうのをそれぞれこれでこういじずらせるんですね。今 FX2 の位置を変えてますけど、で今回は、FX1 は一番頭で、ここにかかってるモジュレーション2、これは、ループのさらに後でですね、かけてあります。でこれは今何がかかってるかというと、ここでコーラスをかけてありますね。まあ、基本的にワンアクションで、持っていきたいものに関してここでかけることによって、他のものを踏まずに音が自動的に切り替わってくれるという強みなので、今回はそれを入れてあります。ですね、はい。そして3番目のループ、ここにですね、さっきここで歪みが来ますけど、 GOD、 これがオンになります。でこれは、GOD のループにのみがオン、ここの中の空間処理はであったりとかマルチエフェクターは使っていません。はい、そして4番目も、マルチは特に使わずにリードの歪み、ここでですね、4つかと言われる方やっぱ多いと思うんですね。1,2,3,4 の踏み分け、これバンクアップダウンとここに表記があるんですけど、バンクを切り替えることはもちろんできます。これでバンク1個ダウンしましたね。逆にこっちを同時に踏むことでバンクは今26,27、これでバンクアップダウンができるので、もちろん4つのみならず、他のバンクを使うことによってプログラム数は確保できます。ただ1曲の中で曲の演奏中にリアルタイムでこのバンクアップダウンというのはなかなかちょっと現実的じゃないのでということで、同時に踏み替えができる数としてですね、皆さんやっぱりその何個っていうのを言われるんですけど、この MS3 の場合は見たとき4つですね。で果たして4つでって言われるんですけど、ここでちょっと今回これを導入した一番の、まあ、試したかった部分も含めですけど、ポイントとしてカレント機能というのが実はボスさんの MS3 にはありまして、で今の新しいバージョンになって発売されているものはもしかしたら説明がちゃんとあるのかもしれないですけど、当初私チェック用に入手したものはですね、まだカレント機能の使い方はもう一切マニュアルにはなくて、いろんな動画もチェックしたんですが、それに関してまあ分かりやすくちゃんとこう歌えてるものがなかったので、今回ちょっとこれもここで取り上げてみようかなと思っております。
で何ぞやというとですね、表上これ 1,2,3,4 先のプログラムの切り替えができるんですけど、さらにですねこれ今バイパスクリーンじゃないですか、ちょっとプログラム名に矢印アコって書いてあるんですけど、これ1,2,3,4 で1ですね、今ついている今選択している番号をもう一度押すとですね裏モードなんですね、実はこれを押した時に何かのエフェクターをオンオフするという設定をできたりするんですね。なのでこれは今回今 FX1 がここでオンオフされてますけども、アコースティックシミュレーターを入れてみました。普通のバイパスクリーンに対してこんな感じですね。で2番、これはコンプレッサーの効いたクリーンですが、さらに、ちょっとディチューン系のものをかけて、まあ、これにさっきのミックスのね、ミキサーに入っているコロナコラスなんかをかけると、かなりあの、ね、LA サウンドというかそれに近い要素が出せるかなということで、ね、FX2 がオンになってます。で、これ GOD の歪みですか、これはモジュレーション、これ今フェイザーを入れてあるんですね。頭段階でフェイザーを入れてあるので、わかりますかね、ということで今回これを入れてみました。4番目のですね、これはリードの方ですが、これをもう一度押すとですね FX1 がオンになるんですが、この TS って書いてますね、チューブスクリーマーの、再現の、ブースター的要素を足せるようにしてあります。ということで、まあかなり使いやすいんじゃないかなと。でさらにちょっとですね、いろいろこうできるので、立ち音を足してみたりとか、まずにバイブルとか、あとはオクターブですね、すごいですね、これだけちゃんと追随をしてくれれば十分です。実際その使い方よくわからんぞという方が多いと思うんですけども、基本的にこいつはですね、まあボタン数は本当これだけしかないので、覚えることはもう本当にシンプルで、まあ今選んでいる状態、まあ、例えばそうですね、ブランクのところ選びますけど、いじりたい時にはまずエディットを押すとですね、今こいつがどういう状態なのかを見える画面になるんですけど、エフェクターが並んでいます。でその状態で3つのつまみ、これがですね、一番左のつまみがその今こう見れるエフェクターたちのですね選択、どれを選ぶかっていうのを横軸で動かしていきますね。で、その中で例えば FX1 今選んでますけども、真ん中のつまみにするとその FX1 を掴んだまま、それをどこの位置にしたいかっていう位置の変更、接続位置の変更ですね、
を真ん中で置きますね。で、3つ目のものになると、その今 FX1 のタイプをこれで選ぶと、中に入るってそれをできるっていうんですかね、まあ、かなりメリットダースが入ってますね、ということになります。で、じゃあ、まあ、それでそのエディットをしていく、音作りをしていく、まあ、あと3つのつまみで普通にこうコンパクトエフェクターのように音を作れる、まあ、この辺はあの通常マニュアル通りでいいんですけども、じゃあカレントは果たしてどうなんだということなんですけど、アウトプットの選択でアンプにつなぐかラインでつなぐとかそういうことももちろんできますし、プリセットのレベル調整なんかいろいろできるんですけど、一番その一番右端にコントロール CTL、 これコントロールですね、この中にそのカレントの機能の選択が含まれます。これで、エンター、この中に入ります。でそうするとアサインセッティング、いろいろこうあるんですけど、もうザザザザザザで行き過ぎましたね。2ページ目、2ページ目の2つ目にあたるのかな、このカレントナンバー、ここでカレントということが出てきましたね。はい、これが実はそのさっきのもう1回押した時の機能を設定する部分ですね。これでエンターに入ります。そうすると今 FX2 をオンオフするっていうことをここで見ていただくと、ね、これ FX1、FX2 この一番左のつまみでファンクションのとこを変えられるんですが、これでどのエフェクターをオンオフしたいかというですね、決めたりとか、トグルモードって書いてます。これは、さっきの場合は押すとオンになったりオフになったりってことだったんですけど、これ押してる間だけオンにしたいとかオフにしたいというのも選択、それをこのトグルモードっていうここですねで選択するんですね。ですね、はい、今3つ選択が出てるんで、このつまみ3つはそれぞれに対応してます。そして今これで選択しているので、ここでね、これ FX2 になってます。例えばこれを FX1 にすると FX1 が重さがオンされますね。はい、こういうことなんです。でここで、ポイントなんですが、このままライトしてしまうと、今 FX2 オンの状態なんですけど、この状態が、表状になってしまうので、今回このプリセットプリセットプログラムではかかっていないものに対してもう一回押すことでオンにしたいので、FX2 のランプを消してオフの状態にしてあります。この状態でライトですね、さっきオフにしてライトにしたので、オフになっている FX2 ですね、がオフになっている状態で記憶されていく。で、もう一回押すとオンになるということになります。ここが注意ポイントですね。はい、以上、カレント機能の説明ですね。Thank you.
結果的に、まあ、今回のこのシステムに関しては、まあ、基本要素をこのサイズにできるだけ詰め込んだというボードになってますけども、まあ、ボリュームペダルしかあり、チューナーは今回、プロビデンスさんの割と最近出たシステムチューナーを導入させていただいて、その下には、これもかなりずっと定番でねありますけど CAJ カスタムオーディオジャパンの、オレンジの筐体で有名なイン&アウトですね、これが入ってます。これによって、インプットアウトプット以外にセンドリターン、今これはパッチングして繋いじゃってますけども、これパッチケーブルを外して、アンプのセンドリターンと接続することによって、このシステムのプリ段階ポスト段階、まあ、頭部分ですね、これで言うとボリュームペダルだったり EP だったり、まあ、この辺のですね、ループだったりっていうのは V 部分なんですけど、その辺の後にアンプへ行って、アンプで例えば歪みを、オンオフ、まあ、これコントロールスイッチここに接続して、アンプのオンオフもこいつでできるようになってるんですけども、アンプの歪みを有効にした上でさらにリターン戻ってきて、ミキサーリバーブへ行くということもこのシステムで同時に可能になってます。そのパッチ外してセンドリターン接続するのか、まあ、今みたいにジャズコーラスにとかね、フェンダーのアンプだったりとかにインプットに、そのままアンプのインプットに入れてしまって、その手前で完結させたボードとして使いたい場合はパッチングしてしまって、ギターをインへ、アウトからアンプへっていうことで使えるようにしてあります。まあ、今回ちょっと、いろいろ要素を詰め込む上で、まあ、電源部分は私がいつもよく使っているフリーザトーンさんの、1D、今まあ新しいものまた出てますけどね、で、ちょっと要素的に足りない部分に関して今回クルーズさんの DC トレインをここに追加させていただいて、全ての電源をこの2つに補うようになっていますね。まあ、こういったところで、このボードの説明以上です。またちょっとこういうものができる機会があればやりたいなとは思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。